それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴことになってるぜ。こいつ。どうすればいいのか全くわからない。ストレートに追いつけって言われたけど、そんなの無理じゃん。どうすれば恭一さんのやり方ってなんだっけ。なんじゃ我れ、やんのかこら。殺すぞこら。須藤と申します。ごわー、ウマヅラハギ。うわ、ダメだ。教育さんの力かなかしか浮かせてない。マジで怖いよ。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたね。変わりましたよ。なんていうか、以前はもっと単純で具体的でしたけどね。それだけ藤原が成長してきているってことなんだ。俺はな、D のバトルの中でケイスと藤原にあえて名前を残してきたらしい。藤原が短期間のうちにメキメキ進歩していくのはそのおかげですよ。うすうすは感じてました、ね、だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれません。相手が全てを予定通りにコントロールができる。高すぎるハードルを藤原の前に置いてしまったか。レールと車輪との接触面での摩擦の割合、ミューが低ければ低いほどブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うほほ、滑っとる滑っとる。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。うわやべえ、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 やべえ。2000の重量は1両がおよそ33トン。しかし相手の300系はおよそ15トン、倍以上のウェイトハンドだ。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な状況が揃っている。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利の鍵だ。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能だ。こんなことは今まで一度もなかった。いや、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったっけ。この雨がクセモンだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも夏の方だ。リスクを犯してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までこの危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ。300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト D のダウンヒルエースがついていけないのか。ついつい引き上がってだんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりて。恭一さんのやり方ってひょっとしてあれのことかな。恭一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためには
どうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。さあ、何なんだよてめえはよ。気分悪いぜ、どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。渡りの8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今渡りの追加車わからない。頭がクラクラしてきたぜ。2000が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに。俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトルもつれぬぞ。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぐらつかせてやがるぜ。わかる。2000のボディセンターから伝わってくる濡れたレールの食いついた車輪が、滑り出すギリギリの感触が手に取るようにわかる。絶対捕まえる。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは1回か、せいぜいや。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目一杯やってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思います。藤原が混乱した後にどういう判断をしているか心配ですが、カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。げえ、なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗する。やっぱ自分よかコーナー早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕が視界を遮る。ただでさえ醜い夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙で視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは絶対離されない。水煙に遮られた視界をもろともしない藤原のプッシュは、合同塾の第2ラウンドでブラインドアタックと同じ性質なんだ。目から入ってくる情報が不足していても、頭の中に浮かべるイメージでそれを補うことだ。藤原はこの能力が欠くしかないのか。コーナーのアーで限界スピードを瞬時に見極め、目印のないレールに狂いなく捨てる。全てはイメージだ。それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている原点かもしれない。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。助かった。何が何だか分かんないけど、すげえラッキーけど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターはダメだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら、凌介さんは。くっ、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。
味わえ。カウンターじゃねえとすれば一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下機関に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。もう時間ない。考えてる暇ない。わかんねえな。行くしかない。来ましたよ、池谷先輩。俺消えた。君がいなくなった。バカな、ありえねえ。二子玉川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。2000が消えたら、ありえない。一体どこに消えたってんだ。そんなことが。現象を起こし闇に紛れて、ドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくれ。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりをかけている。こっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。いや、今は自分の走りに集中しろ。さっき決まった相手が見えないのはあっちも同じだ。なぜだ、凌介。どうしてもわからねえ。俺とお前の走りの何がどれだけ違うのか。俺がなぜお前に勝てないのか。頼む、教えてくれ。京一、俺から見ても俺とお前のテクニックにほとんど差はない。気休めを言うのはやめろ。車をコントロールするテクニックの問題じゃない。お前の弱点は下りコーナーだ。ある特定の条件の下りコーナーに限って弱点が顔を覗かせる。すげえ、すげえ。下りだと。バカな、ありえない。種を明かせば答えはシンプルだ。1、2、京浜急行には高速下りコーナーがないんだ。高速運転で鳴らす京浜急行だが、横浜伊勢は首都圏でも屈指のテクニカルコースだ。しかし高低差はそれほど大きくはないからな。
高速下りコーナーに苦手意識があるのではと踏んでいた。先日の2000とのバトルで俺に手の内を見せすぎたことがお前の敗因の一つだ。負けた。完敗だ。まさにカリスマだぜ。